鈴木康次第は千葉県出身のカヌー選手。2012年より拠点をオーストラリアに移した。身長180センチメートル。鈴木は2020年東京オリンピックのカヤックフォア。日本代表候補となっていたが、このままでは自らの出場が危ういと判断。2017年9月11日に石川県小松市で行われた。 日本カヌースプリント選手権大会にて代表入りを競う相手である小松正春の飲料用ボトル内に禁止薬物の筋肉増強剤メタンジエノンを混入しドーピングによる失格を図った小松は同日のカヤックシングル200メートルで1位になったがドーピング検査で陽性反応を示し日本アンチドーピング機構より暫定的に資格停止処分を受けたなお 鈴木は同種目で5位だった。このことは2018年になって発覚。鈴木が小松に課された処分を知り、両親の過酌から自らこのことを関係者に伝えたことにより発覚したとされている。1月9日に日本カヌー連盟は報道機関の取材に対して一連の事実関係について認めた。また、2010年頃から他の選手の競技用具を盗んだり、 壊したりする妨害行為を繰り返していたことも判明した。これにより、日本アンチドーピング機構は鈴木に2017年12月13日付で8年間の資格停止処分を課し、小松に対する資格停止処分を取り消した。ありがとうございます。